で、あとですね、はい、拝見させていただく、いただいた中で、その舞台挨拶っていうのをね、よくテレビなどでその映画の表現後とかいろいろやっているのを見たことがあるんですけど、はい、実際にこちらの映画館の方でね、はい、されているっていうのを初めて知って、はい、舞台挨拶なんて長野の映画館でやってるんだっていうふうに思ってびっくりしちゃったんですよ。でよく見ていったら4月の15日の時に、はい、こちらですね、シャボン玉、はい、ね、この映画 の、 その東慎二さんですか、監督が見れられて、はい、舞台挨拶されるっていうことで、はい、私もこれちょっと来てみたいなっていうふうに、舞台挨拶って居合わせたことないもんですから、やっぱり舞台挨拶聞いたりすると、やっぱりその映画に対して非常にこう愛着を感じたりとか、そうですね、深く入ってあると思います。いきますよね、きっと。大抵当館の場合は、主演の方はちょっとなかなか、ね、忙しいので、来ることはないんですけども、はいはい、監督ご自身が、うん、やっぱり作っているので、作品への熱を語るには一番あれなんですよね、伝わりやすい。で、その作品の生まれた経過とか、こういうそうです、経緯とか、ね、監督ですもんね、あと、まあ、映画に出てくるその裏話、撮影秘話みたいなことを話してくれるんですよ ね、じゃあね、それはあれですか、舞台挨拶って映画の前なんですか、後なんですか。あ、上映後です。上映後、やはり、ね、上映前に行っちゃうとやっぱり映画は、もうちょっとやっぱりいまいちまだ気持ちが入らないけど、見終わった後ってこうちょっと言葉にならない感動っていうのがあると思うんですよね。それでまあ余韻の中でちょっとこう制作の方が来てくださると嬉しいのかなと、ね、うん、確かにあれかもしれませんね、うん、事前に聞いちゃうとちょっとストーリー分かった中で見るよりかは、うん、見てあと聞くと、うん、ああなるほどなって、そうですね、うん、あそこに監督の思いが入ってたんだとか、うん、はい、あるんですよ、はい、あとっていうのは、うん、それはうなずけますね、はい、